これは竜のピンチを救った男の物語である。2023年のシーズン開幕直前に、ドラゴンズの絶対的セットアッパージャリエル・ロドリゲスが一身上の都合で退団することになってしまった。代わりに他のリリーフ陣が奮闘したが、なかなか結果が出ず、やはり彼の抜けた穴は大きかった。そこで立浪監督は中米の選手に詳しい森重和さんに、誰かいい選手はいませんかと尋ねてみると、日本の独立リーグでプレーしていて NPB に興味を持ついいピッチャーがいるとのことだ。森重和さん情報だと、左投げの速球派で球種は少ないがコントロールは悪くなく、自滅するタイプではないらしい。契約金5000万円、年俸1億円とドラゴンズからすれば少々お高めだが、左の中継ぎも手薄なので契約することに。キューバ出身でまだ年齢は24歳、なんだか胸騒ぎがするが、もう期限ギリギリなので腹を決める。こうして新助っ人シェパードがドラゴンズに入団。シェパードは入団会見で、弱いドラゴンズを終わらせると心強い発言をする。ネット上の流頭たちは、誰か知らんけどなんか来たと大盛り上がりだ。シェーン・シェパードという名前からありがとうという意味も込めて、すでにシェーシェーと呼ばれ始めている。つかみはバッチリだが、肝心なのは結果だ。シェパードはジャリエルの穴を埋めることができるか。2軍で2試合ほど投げ、早速1軍で使われるシェパード。1イニングを難なく抑えてみせる。しかしその裏、2アウト1、2塁のチャンスで、なぜか打席に立っている。詳細は不明だが、ネット上では立浪監督が選手交代を伝え忘れたのではと噂されていた。この日テレビで解説をする元祖代打の神様三間さんも、よくわからないですと答えていた。野手顔負けの打席を見せつけたが、後続が倒れ試合には負けてしまった。別の試合でも打席に立つシェパード。どうやらバッティングが好きなタイプらしい。8月にチームに加入した後、15試合に登板し、まずまずの内容だった。いきなり大事な場面を任せたわけではなく、まずはプレッシャーの少ない場面で投げさせたようだ。登板する中で外国人によくあるような欠点は見当たらず、年齢も若いので来季も契約し育てていく方針だ。しかしこれで年俸1億円はやはり厳しいので、しっかりと減俸するドラゴンズであった。ドラゴンズは相変わらずの貧弱打線で、ホームラン数は1位の巨人と100本も差があった。メンバーを見てみると、アルモンテがなぜか首位打者だが、それ以外はなかなかにグロい。中継ぎの穴がどうこう言う前に、打線をなんとかするのが先ではないだろうか。2年目は接戦の場面で登板することが増えた。ランナーがいる場面でも落ち着いた投球を見せる。1年間1軍に帯同し、45試合で投げ、防御率 2.67 と抜群の安定感を見せてくれた。ピンチの場面でも崩れず、むしろ投球のギアが上がる。これは来年から勝利の方程式として計算できそうだ。同じキューバ出身の守護神ライデルから日本のバッターを抑えるコツを聞き、日々成長しているようだ。なおこの成績で年俸を下げられ、シェパードはショックで落ち込んだが、ビシェードが焼肉をおごってくれて慰めてくれた。
ドラゴンズはライデルやビシエドなどキューバ出身の選手が多いので、いろいろと面倒を見てくれてるようだ。ちなみにこのオフ、横浜から3人の主力選手が FA し、横浜は悲しみに包まれた。3年目のオープン戦でも安定感のある投球を披露。それを見た立浪監督は、7回シェパード、8回清水、9回ライデルの勝利の方程式でいくと決めた。達也とライデルにしっかりとバトンを渡せるように頑張るよとシェパードは意気込んでいる。大事な場面でも変わらぬ安定感だ。1年間勝利の方程式の一人として投げ続けたシェパードは、見事最優秀中継ぎのタイトルを勝ち取った。同時に兄貴分のライデルもセーブ王を取り、喜びを分かち合った。この日の夜に一緒に酒を飲み踊り狂う様子がライデルのインスタにアップされた。ドラゴンズは先発投手陣も高橋宏斗を筆頭に素晴らしい成績を残しており、12球団最強の投手陣と言われた。だがチームは3位と 0.5 ゲーム差の4位に終わり、惜しくも A クラスには届かなかった。シェパードは登板数が一気に増え、両リーグ合わせてトップの67登板、5敗を喫しているが防御率は 2.84 と安定しており、ジャリエロの穴をしっかり埋めたと言えるだろう。年俸は1億円アップし、大満足のシーズンだった。ちなみにオフに小笠原と柳がソフトバンクに強奪され、名古屋の街は悲しみに包まれた。4年目、初めてオールスターに選ばれたシェパード。自慢の速球でパリーグの強打者を打ち取っていく。藤島と清水とドラゴンズリレーを楽しんだが、ライデルが今回選ばれてなかったのが心残りだった。ちょっと目を離した隙に2戦目には勝ち投手になっていた。この年もシェパードは60試合以上投げ、防御率 2.53、 もうドラゴンズにはなくてはならない存在になっていた。今年は清水に最優秀中継ぎの座を譲り、タイトル獲得とはならなかった。なおドラゴンズは小笠原と柳が抜けたのが痛く、先発陣がかなり苦しんだ。野手陣は相変わらずの貧打で、得点圏打率は2割を切っていた。この調子では弱いドラゴンズの終わりは見えてこない。5年目、シェパードは国際大会にキューバ代表として選ばれていた。日本代表との試合で9回を任され、2アウトを簡単に取り、バッターはドラゴンズの岡林。シーズンでもほとんどホームランを打たない岡林にまさかの被弾。シェパードもこの表情である。その後のバッターを抑え勝利に貢献。キューバは勝ち進むが、決勝でドミニカに敗れ準優勝だった。国際大会終了後すぐにチームに合流し、開幕からフル回転の偶然助っ人シェパード。なんだか疲れている様子だ。それでも今年も離脱することなく71試合を投げ抜く鉄人っぷりだ。しかしさすがに調整不足や疲れがきたのか、防御率は悪化し8敗もしてしまった。得意なはずのピンチの場面や左バッターに打たれてしまったようだ。それにしても去年は減俸、今年は現状維持と
査定がかなり渋い気がする。ネット上の有識者たちはソフトバンクなら3億亡命不可避などと騒ぎ散らかしている。シェパード自身もこの査定に気持ちが切れそうになるが、そんな時はビシエドがいつも声をかけてくれた。そんなビシエドが引退し、同時に監督に就任。入団時からよくしてくれたビシエドと優勝を味わいたい、その一心で来季へ向け気合を入れ直した。6年目、シーズン序盤から絶好調でライデルに月間 MVP を譲ったものの、それ以上の活躍をしてみせた。左バッター相手やピンチの時の強さが戻ってきている。ドラゴンズに入団してからポテンシャルの開花を信じ、1000日にも及ぶ球速アップの練習に励んできたが、なんだか開花するにはもうあと1000日ぐらいかかりそうなので別の練習をすることに。こんなことなら変化球やコントロールを磨けばよかったと若干後悔するシェパードであった。防御率1点台でシーズンを折り返したが、後半に少し打ち込まれ結局3点台近くになってしまった。それでも2試合に1回のペースで投げて防御率3点未満は立派だろう。今年は3年ぶり2回目の最優秀中継ぎに輝き、年俸は再び1億円を超えた。しかし早熟タイプのシェパードは30歳にして衰退期を迎えてしまった。まだ入団してから優勝はおろか A クラスにも入ったことがない。もう長くはないであろう野球人生、 A クラス、そして優勝を味わうことができるだろうか。7年目、ここへ来て初めての怪我で2週間の離脱をしてしまう。ここ数年70試合近い登板が続き、さすがに鉄人の肩も悲鳴を上げてしまった。それでもすぐに復帰しチームのために投げまくった。そしてシーズン最終戦、相手は 0.5 ゲーム差の3位阪神。勝てば念願の逆転 A クラスだ。試合は緊迫した攻防が続き、1対1の同点で9回裏を迎える。ここでピッチャーはシェパード。